どうも、キューティーでかい、馬田です。おっしゃっしゃ、自撮り。この効果顔面崩壊だな、お前さん。というわけでですね、今回、馬田と都市伝説シリーズでございます。はいや。というわけでですね、都市伝説の世界的権威、ミスター選挙、呼んでおります。ああ、どうぞ。どうぞ。ミスター選挙、もっと早くさ。80年前の話だ。今回の都市伝説は普段何気なく撮影しているピース写真、実はそのピースサインが凶悪犯罪の餌になる危険性があるのね。というわけでですね、今回そのピースが危険な理由について触れていきたいと思います。まあ我々は普段親しい友人などとみんなでピースサイン写真をセルフィーなどで撮影して SNS に投稿してるかもしれないけれども、今後そんな当たり前の光景が見られなくなるかもしれないよね。俺いつもこれだけだね。世界的アンチかお前。実は中国メディアによると、そのピース写真から指紋が読み取られるリスクがあると報道されたよね。2700ピーぐらいだったらね、で指紋取れるんだけど、それ以下だったら大丈夫だ。フリー素材かお前。そして最近パスワードの代わりになる認証方法として利用される機会の多い生体認証の一つが指紋認証。まあ最近のスマートフォンやパソコンでもこの認証方法が使われていて、またスマートフォンのカメラ画質が上がっているせいか、カメラに何気なくピースサインをするだけで指紋が出回ってしまう世の中だ。そして最近では人目に映った景色から場所を特定してストーカーした事件も記憶に新しい。でもこれね、前はね、逆にその被害者のね、あの目に映ってた人目の背景から犯人を特定したっていう事件もあった。そういうのもあったと思います。また専門家たちは顔と手を一緒に撮影した写真を載せると個人と指紋を特定される恐れがあるらしいよね。こんな感じで。ダダ漏れだろお前。そしてこれらの生体情報というのは行政機関や企業の入隊室管理にも当たり前に使用されている情報なのね。そしてこれらの情報を盗み取るには従来はその人に接近して撮影する必要があったんだけれども、最近では SNS が普及している現代でこれらの生体情報がネット上に出回るようになったことで、スパイや犯罪者にとっては格好の餌場となっているんだよ。え、ちなみにね、iPhone 4S からね、iPhone 8持ってる人はね、もう指紋取られてるから。 5S? そうだ。よっしゃ。俺負けたのかよ。そして SNS から盗み取ったその指紋情報は人工知能を駆使して指紋を復元するのは早すく、3メートルの距離で写真撮影した場合は復元できる可能性は 50% なんだけれども、 1.5 メーター以内であれば 100% 復元することが可能なの。よく喋るからもう溶けてんだよね。お前この話関係ないわ。そしてその復元に使われるのが 3D プリンターなのよ。写真撮影された指紋を 3D プリンターで指紋を復元して悪用されてしまう世の中。そしてこの国際的にスパイ行為が行われている昨今において、未だスパイ防止法がない国が存在するんだよ。それが日本。そしてそのスパイというのは政治内でも行われていて、国会議員の中にもスパイが紛れ込んでると言われてるんだよ。あれ誰？橘高しかおらない。そう、ターゲットとなるのは我々日本人であって世界から標的とされてしまうんだよ。もうその上世界から舐められてる。混沌に侵入ができるから。え、何かってきたお前。そう、今後キャッシュレスが進む時代において我々まず金融の面から狙われる。そして以前から警告している超監視社会において、そこから個人というものが特定されて、普段 SNS に誹謗中傷などのデジタルタトゥーを残している人間というのは全てブラックリストに入れられて、ある日突然逮捕される、そんな世の中が到来するのよ。今のうちに指紋消してるからね。人間やめるのだよお前。つまりミスター関がよく口にする SNS に余計なことを書くなということはこのことなんだよ。だってもうね、昨日の動画でも言ったけど、 NSA には持ってかれちゃってるからね。来ちゃったよね。今日席にしか見えないわ。まあ一応これらを防ぐ方法としては、十分距離を取ってから撮影することや画質を落とすなど単純なもので回避も可能であるらしいよね。クソつまんないライフじゃん。モザイクライフかお前。